石膏山の山地い。とんと昔、今から七十年ぐらい前のことよ。土佐郡鏡村吉原に、徳寺さんというて小兵現な人がおったと。冬が来たらいっつも犬を二匹連れて。 鉄砲を肩へかけて山へ行き勢ったそうな頭へシロの毛で作ったちょんまげをかぶって着物は獅子狩りはんとんとさんを聞いちょった徳次さんは若い時から漁が好きで三十歳前後の時は鏡村一の 大摂商人と言われよったそうな。いっつも犬を二匹ぐらい連れて、一人で摂商に行きよったと。昔は鏡村にそびえちょる摂光山も、山が噴こうて、雑木がうっそうと生い茂っちょった。ほんで、ようと道に迷うて、 出れんようになりよったころじゃあき、小物好きな人じゃった。けんど、そんなときじゃあき、いのししとかウサギ、うさぎ、たぬきらあがよけおったらしい。月が出ちょろうが出ちょるまいが、たいていの日は出ていきよったということじゃ。ある晩のことよ。 それも月夜の晩じゃったげな。いつもとおんなじように石膏山へ入っていった。ところがどうしたもんかその晩に限ってなんちゃあ出てこん。まっこと今日はどうしたがじゃおう。とひとりごとを言うてたばこを吸いよった。 ほいたら前をいきよった犬がぐわんぐわんほえもってひっかえしてくると「どうしよりゃはよういかんか」言うてづいてもひとつもすすまざった。ほんで徳次さんは「いままでとちがうもんがおるがじゃおかのう」と思うて 小やぶのほうをすかしてみたとほいたらなかになにやらくろいもんがおるびっくりしたけんどちょうどつきもでちょったきにようみちゃろうおもうてもういっかいのぞいてみたとほいたらたかでせのたかさ言うたらはっしゃくちこうありそうなもんがにゅうっとたってた。 ョル「男のようじゃし女のようでもあるそうな」「ほいて怒ったように見えるけんどまたニタニタと君はルーに笑いかけ言うようにも見えたと」「度胸のしっかりええ徳次さんじゃったがさすがにたまげてここは食うか食われるかの勝負じゃ」 と思うて最後の身を守る玉として取ってあった伊勢の黒金岩を鉄砲に込め替えたこの伊勢の黒金岩というのは年に一度大晦日の晩に作るそうな「伊勢八幡大菩薩」と祈りながら作った弾丸に 伊勢八幡大菩薩の七文字を彫り込んだ実弾じゃ。この弾丸を込めて撃つとのう、狙わんでも当たると言われちょった。昔の大殺生人は必ず一つは持っちょったもんよ。けんどこの玉を持っちょるもんは一度は必ず妖怪に出会うと言われておる。まあ こと不思議な玉なそうな。さて徳次さんは鉄砲を妖怪に向けにらみつけながら声を振り絞って「今ここに込めた玉は伊勢の黒金岩じゃが引くか引かんか引かんじゃったら撃つぞ」言うて狙いをつけた。ほいたら さすがの妖怪山爺も黒金岩の威力に恐れをなしたものかじりじりと後じさりに引き始めたとそうしてだいぶしおって向こう向きになって大きな音を立てるとのっしのっしとどこへともなく消えていってしもうたそうな昔まっこう さるまっこ羅」。